いや、慌てて開封ですよ。っていうか今届いたので、まだ開封はしてないんですけれども、ちょっと急遽撮影を始めたいと思います。あら、ここを押すテープを剥がします。あ、なるほどね。剥がれねえじゃねえか。そうだ。剥がれない。すごい剥がれ方ですね。あー、剥がれた。領収書が輪ゴムで留めてあるぜ。ちょっと片手で開封するのは非常に難しいので、一旦カメラを置きましたが、デカデカと書いてありますね。ようやくこれで開封が少し楽になりました。 Amazon のご注文品領収書ですね。これ、それを取ると、でーん、日本バックギャモン協会公認ボード、バックギャモン。裏側にゲームの仕方が書いてあります。ルールが分かんない人は説明を見ながらゲームを楽しめるようになってるわけですね。開けるのが大変だよ。すごいね。日本バックギャモン協会公認ということで、初心者に優しく遊び方の説明が書いてある。あー、いいデカさじゃないの。ものすごいパッケージングされてる状態ですね。バックギャモンの遊び方、これね、ちょっと横向きにしますけど、バックギャモンの遊び方というマニュアルも入ってますので、これで遊び方が分かるということですね。動かしたらいいか分かる。柔らかくて、この包装がすごく手触りが良い。来ました、トランク型になってます。バックギャモン、アイスもダイスカップもちゃんと入ってるんでしょ。うぅー、見てくれ、すっごいいい素材でできてる。ダブルキューブ、間が白黒収納されています。あ、これはこれからちょっと遊ぶのが楽しみになってきましたね。多分後ほどちょっと家族が帰ってきたら試しに遊んでみたいと思います。